思いますね。もう入場時から選手とも気合い入りまくってますからね、うん、あの表情すごいですね。表情だけで、はい、これから何が起こるのか期待感を持たせます。さあ両者が両コーナーに分かれました。21世紀最大の KO 劇、今幕が開きます。さあリング上から目をそらすな、瞬きも許されません。この試合ジェルもいきなり右のローキックから来ましたね。このキックを出せば当然マイクもキックを返してきます。あマイクジャブ早いですね。また右のローベルナルドが蹴るかどうかですね。そうですね、マイクベルナルドは相手がキックを出せば僕ももちろん出していくよというふうにマイクは言ってましたが、また右のローだ。いいローキックですね。さあ怒ったマイク、ご覧のようにジョン・レバンガの左すねのところにはカバーがつけられています。これは両者の合意のもと、ルール上では本当はないんですが、このパットをつけての試合ということになります。さあ、このローキックでいきますね。バンナはポンチャット2つ、僕は早いランだったらジェロムだと思うんですけども、ジェロムは早めに勝負をかけようと言っていたようですね。ちょっと目が離せませんね。リング上から片時も目を離してはいけません。左がいつ出るかですね。その時は瞬間を閉じる。やっぱりですね、これ両者の体重15キロぐらい下がるんですけど、もうベルナルド110キロあるんですけどね、すごい重たいパンチなんですよね。右のローはしかしこれは決める武器ではありませんね。最後はパンチ、右が入りましたね。ベルナルドの骨がきしみを音出した左フック、追い詰めましたよ。ジェロメバンナ左、この左ストレートで数々の敵を葬り去ってきた。その左右、そしてのでもベルナルドの冷静ですが、でもこれガードから上から引いてるんですよね。マイクベルナルド悔しい。すごいハイキックだ。ジェロメバンナ構成、さあ追い詰めた。いやだから最後は左か、ベルナルドの方がやりにくいでしょうね。左ストレートガードの上です。しかしまだマイクの表情は生きている。ベルナルドの表情はまだ死んでいません。ガードの上からですが、おそらくカジケさん相当なダメージはあると思いますがね。いやこれね、お互いね前がむちゃくちゃ近いんですよね、もうパンチの前なんですよ。ずっとお互い自分が勝つための前ですね。これは、負けることは全く考えていません。本当に霊長類最強の戦い、まさにそうだじゃないですか。そうですね、そういう気がしますよ。今見ててずっとこれまで谷川さん、負けない戦いをする選手が若干増えてきた感じがしますが、この二人は勝つための戦いしてますね。そうですね、特にバンナーはですね、そうやって K1 を俺が面白くしてやるんだっていう自覚がありますから。左を伸ばします。ゼロムでバンナー、いやこの前の近さ、両サイドのセコンド陣も上がってきました。ただいまのダウンは3分の試合時間のコンボが終了した後のダウンですので、ダウンとは認めません。タカ・ルールデッカーが今はっきりと明言しました。3分を超えてからのパンチ、今のダウンは認められません。ベルナルド悔しいでしょうね。今悔しそうにマウスピースを投げつけたマイクベルナルド。いや、ちょうど打ち合う前にですね、残り10秒前のちょっと鐘が鳴ったんですよね、はい、で打ち合ってる時はもう完全にゴングがちょっとそうなんですね、鳴りましたんで、完成が完成で聞こえませんでした。我々の耳も届かなかったですもんね。今最後のシーンが出ています。だから本来ならばですね、反則になっちゃうんですよね、はい、
も鳴ってると思うんですよね、もうしかしその前のアッパーでかなり効いてますからね、ジェロムは。だから逆に言うと反則になっちゃうんですよ、ゴングの後に打ち合っちゃった。ただ猪狩元秀レフリーもおそらくこれゴングは聞こえてなかったでしょうね、ないですね、いやこれは場内の声援でゴングは聞こえないんですね全く聞こえなかったですね、そのぐらいすごかったんだね、そのぐらいこの満員の歓声がすごかった、はい、故意ではないということで減点の対象にはならないそうです。はいはい、はい、今のはもちろん、リング上にいた人間誰もこのゴングを耳にすることができませんでした。これは故意ではないということで、減点の対象にはならないということが今長坂アナウンサーからリポートにありましたが、いやこれだけどダメージは大きいですね、いやこのダメージは相当大きいです。逆に言うと本当にあれですよね、本来ならばゴングの後に攻撃したら反則なんで、はい、悔しそうにマウスピースを叩きつけた。いやだから面白いですね、いやすごい試合です ですね、勝ったのは俺だ、それを誇示するかのようなこのパフォーマンス、マイク・ベルナルド。しかし今体力回復のためのインターバルが取られていますが、果たしてどこまでゼロレバンナがこの短時間で回復してくるか。しかしこの表情見たらノープロブレム、そんな風に言ってるように聞こえますが、はい、さあゼロレバンナ果たしてここまでここで回復することができるかどうか。さあちょっとジェノムネバンナの果たして回復はどうか。はい、どうぞ。バンナサイドですけどもね、セコンドがグローブ外しちゃいますね。あ、どういうことですか。もうこれ以上やらないという意思表示なのか、今あ外してますね。カズダルルディレクターの静止を振り切って、今グローブを取ってしまいます。これはどういうことでしょうか。セコンドが止めようとしてますね、セコンドが止めよう。でもジェノムネバンナも外そうとしてますね。本来グローブにはバンテージが巻いてあって、そしてサインがされてるんですが、そのバンテージも取っちゃったんですね。そして今外しました、これは事実上のタオルと一緒になっちゃいますよね。タオルということですよね、これは戦いを続けることを自らジェノムネバンナが放棄したということになりますが、あるいはあのパンチを受けた後で、あ、これはもう正常なベルナルの勝ちですね。戦いができることはないという、ジェノムサイドの。そうですね、僕はこれはね、やっぱしゴングがあったといえね、3分のルールとはいえ、はい、僕はこれジェノムレバンナーはね、潔くこれマイクに、負けていいと思うんですけどね、ただゴングはね、我々実況席も聞こえなかったことは確かですよね、やっぱし。だから戦ってる本人たちは聞こえるわけないと思うんで、まあ、故意じゃないっていうのは間違いないと思うんですよ、はい、それは間違いないでしょうね。いや、しかしジェノムの試合は必ずこういうことは起きますね、まあ、そこが、はい、さあもう一回見てみましょう、はい、この後このアッパーでチャンスをつかんだマイク・ベルナルド。この打ち合おそらくこの辺りで既に3分になっていたんでしょう、はい、この打ち合いの前にですね、残り10秒前の鐘が鳴ってるんですよ、それは私も確認したんですけど、それ確認しました、はい、あれからもう10秒以上この中経ってましたからね、でもゴングが聞こえないなんてこと今までありましたかね、すごい歓声でしたからね、すごい歓声でした。16,800人この超満員の、今正式にタオルを投げました、ジェノムネバンナサイドから今タオルが投げ込まれました。これはジェノムの方にもバンナの方にもおそらく言い分があると思います。あのパンチを受けたというのは皆さん、おそらく、まあ、普通に戦うことはまず無理でしょうね。そうですね、自分怪我しているのもありますし、バンナ自身もまあこれは今日はやめとこうという感じじゃないですかね。皆様に御礼の挨拶があります。